僕には指4本など失ってもいい理由がある。ああ、あんまり抜かすなよ。俺にもよ、そこはもう法廷らは可能か。やってみたいんだ、教えて、教えてくれよ。はじめは少し苦しむがいいかな。俺っちが相手になってやるぜ。俺がいる。なんだ、誰か化けてやらんのか。お前、ジョースター邸にいたスピードワゴンとかいうカスか。やっぱりくせえ、ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。てめえは生まれついてのワルだ。俺はこの眼差しとこの顔の傷を知っている。ジョースターさんなのか。おい、そこのイギリス人、見て驚け、我がドイツの医学と科学の結晶を。なんだこいつは。このどす黒い空気、まさかお前は。すまないな、いちいち覚えていられないな、お前のようなカスの名前まで。あの身なりのいいあんちゃんの肌を切り刻んで身ぐるみ剥いじまいな。待て、早まるな。僕は東洋の毒薬を売る人間を探しに来ただけだ。怪我したくなかったらすっかんでおれ、若造。目が引っ込んでる、ジジイ。身なりのいい姉ちゃんよ、身ぐるみ剥いでやるぜ。あなた、スピードワゴンさん。スピードワゴン、それじゃあんたが財団のトップってわけか。財団だ？一体何のことを言ってやがんだ。お前をウルトラスーパーギタリストのスポンサーにしてやれよ。俺がスポンサーだ？あんちゃん、何言ってるんだ。でけえじいさんだな。ジョースターさんと同じくらいありやがるぜ。あんたはスピードワゴンか。俺のこと知ってやがったな。このじいさん、どっかで会ったか。30年以上前に亡くなったあんたが、なぜ生きておるのだ。スピードワゴン、財団の関係者だな。会うのは初めてのようだが。悪かったな、あんちゃん、おめえさんが古い友人に似てたからよ。